今回は村上水軍でプレイしていきたいと思います。選ぶシナリオは家督相続の村上武義、これもうすでに大名になっている状態です。で、難易度は超級、設定はご覧の通りです。以前コメントでこの村上水軍でプレイしてみてはどうかという話がありましたので、今回やってみようかと。で、戦国里試練で一つの目玉としては海戦、海の上での戦いが追加されたというのがあるのですが、今までほとんど海戦をやったことなかったので、そのあたりをうまく用いて戦えたら良いかなと。で、今現在ここ一つ国があるのみ、これは能島とかではなく能島って読むんですね。なので能島村上水軍みたいな感じで言われたりもします。ではここから戦っていくのですが、まずは外交で近くの河野家と工作を行います。この手のプレイをするときに大勢力の心中をするという手もあるのですが、それはあまり面白くないかなと個人的に思っているので、基本的には心中は使わない方向でやっていきます。で、取引で家宝があれば買っていくと。今はなかったので特にできることもないので、のんびりと進出でもしながら待ちましょう。今回プレイする前の話なんですが、この武将武義、村上武義と読むのですが、ずっと村上武吉と読んでたんですね。今回プレイするにあたって初めて確認して、ようやく本当の名前が分かったと。表情を始めます。なんか武吉武吉と言ってると、なんか武器の販売をしている人のようなイメージが今になると出てきますが、さて家宝は売ってないと。なんか久しぶりにゲームをスタートすると武器の説明が長くて困ったりする、そんな人物を思い浮かべたりもします。先月の収支です、報告します。さて取引で家宝がない、まだ外交なかなか上がらないという状況。ここはそうですね、先に練兵場を建てておきましょう。で、村上水軍知らない人もいるかとは思いますが、一番有名なものとしては小説で村上海賊の娘というのが一時期多くの人に読まれていたそうです。報告します。で、その作者は信夫の城という、これもまた歴史の小説を描いているのですが、ありがとうございました。その信夫の城はこの信長の野望の創造の一つ前の信長の野望の天道でコラボレーションになったので、それで知ってる人もいるのかなと、つながりで関連性はあるのかなという気はします。さて家宝が手に入ったので、どんどんと工作を行い、まずはここ宇都宮家を攻めていけたらと。なんか嫌な音が聞こえましたが、これは毛利家が北の方に攻めていくといったところですので、関係はないですね今回は。なのでこちらは南の方、なんとか攻められるように。先月の収支です、報告します。ここの河野家と連携して宇都宮家を攻めるところまで行きたいと思います。いやー、もう一つ買いたいんですが、家宝お金がないので諦めましょう。
ってこの河野家も海賊です。まあ、海軍有してる勢力なので特性で海の上で強くなる特性を持っていると思います。さてもう少しで河野家の信用が40になりますのでこのタイミングで早速攻めていきたいと思います。では援軍要請して宇都宮の方に攻めていこうかと思います。とりあえず武器下げで向かわせます。ここはぶつかる直前で援軍要請、これ早い段階で援軍要請をしてしまうと河野家の部隊がすべて宇都宮のところに取り付いてしまうので今それを防ぐために少しタイミングを遅らして援軍要請をやってます。表情を始めます。先月の終始です。さて今出陣してきましたのでこれはうまくタイミングを見計らって攻め込みたいと思います。表情を始めます。先月の終始です。今ここにある大須城というのは今現在多分一番新しい城かと思います。今現在というのは2016年に存在する城の中でまあいろいろ復興で城を建てることがあるのですが確か2004年ぐらいに大須城を建て直されてまあ建ってまあ今に至るという感じですのでまあ、後々復興復元された、まあ、天守として知られています。なので今行くと結構目新しい城を見ることができるかなと。ご命令を報告します。先月の終始です。報告します。城門を破壊しました。この戦我らの勝ちだ。敵将捕らえたり。これで早くも武将が3名手に入ると。次はこの黒瀬城あたり行きたいのですがさてどうなるか。ご命令くだされ。先月の終始です。これは毛利がどう動くかも確認しながら攻めないと御用を受けたまわります。あっさりと攻め滅ぼされそうですのでまあ、仮に能島取られてももうすでにこちらに拠点一つ構えたのでこれでよしとするという考えもあります。敵が我が領内に向かっております。噂をすれば影の島に4800といってももうやることがないんですよね。この援軍頼んで守ってもらおうと思いましたがこれ毛利と河野家は同盟結んであるので援軍要請もできない。なのでここは諦めましょう。さて今関係が42ポイント信用ポイントたまりましたのでその前に武将の移動だけでもさせておきたい。でここで大須に3300攻めてくる。ただここは山城だと思いますので防衛に関してはなんとかなるかなと思いましたが耐久の回復やってなかったですね。城が取り囲まれました。ここはならば援軍要請であえてこの黒瀬城を攻めてもらう。そうすると通り道で
敵部隊とぶつかってくれるかなと。出るぞ。いい感じに来てくれましたね。ご命令くだされ報告いたします。修復す…わー忘れたのは痛かった。こちらは囲まれてて、ただ耐久減ってないので、もしかしたら強撃を強行してないのかもしれないですね。だとしたらなんとかなるのかなと。さて守りきれるかどうか。兵糧もあまりないので出陣したくないというのもあります。我が戦お見せしましょう。なんとかいい感じに攻めてくれてますので、とはいえどうなるか、うん、いい感じですね。あえて大須の方を守らせるんではなく、こちらの方、黒瀬の方を攻めさせるというのが一つポイントだったかなと。表情を始めましょう。報告いたします。でこちらは引き続き耐久が減ってないので、まあ、民中とか減ってしまうのは仕方がないとして、先ほど矢倉立てておいたので、それで敵に対して反撃もできているような状況。さてこちらはまずは連動を上げたいので連兵場を建てます。行きましょう。いい感じに攻めていってくれてるので、もうちょっと連動が上がっていれば一緒に攻めて黒瀬城を落としたかったのですが、こちらの能島の方はもう大丈夫そうですね。うん、このタイミングで落としたい気はするんですが、うん、戻ってしまいますね。この兵数では勝ちようがないので、今回は諦めてもう一度待ちたいなと。で工作が今お金がなくなって打ち切られたっぽいので、もう一度やり直します。ご命令くだされ。先月の収支です。で、能島はなんとか防ぎ切りました。どこかのタイミングで毛利とも同盟を結びたいのですが、さてそういうタイミングが訪れるのかどうか。我が領内に敵が迫っております。また大隅に敵が攻めてくる。ここは自らの兵力だけでしのぎ切って、その後黒瀬城に一緒に攻めてもらおうかなと。どの道まだ信頼関係溜まってないので、ほぼ女王耐久値はまだ回復しきってないというところ。戦へ参る。行くぞ。山城なので守りやすさはあるので問題なく勝てるとは思います。りました。でここで守りきったら次は反撃作戦に出ると。行きます。ここは引きます。問題なく、攻め返せました。そして今信頼関係が40超えましたので、この部隊一回戻った後に出陣する。まあ次のターンにでも援軍を出してもらいましょう。では援軍要請をして、んこれは援軍要請で黒瀬城攻めることできないのか。
そっかそっか、黒瀬城を攻めるには自分の拠点を通らないといけないんですが、もうすでに同盟破棄してるから、ここは安全にこの河野家はいけないという今判断されてるわけですね。ならば大森城行ってもらいましょう。そしてこちらは野島から黒瀬城を狙う。ちょっと兵糧が厳しいかなという気もしますが、このままやっていこうかと思います。さて、ご命令くだされ、先月の収支です。援軍要請したけれども出陣する気配がない。ならばここはもう手持ちの部隊だけで出るとするか。攻めていきます。出陣する。我が領内に敵が迫っております。今度は敵がこちらにやってくる。ここで敵の兵力減らしてすぐに黒瀬城を攻められますので、これは良いタイミングで敵がやってきてくれたかなと。ではもう少しで部隊が来るので、同じタイミングで攻めていこうかと。出るぞ、必ずや勝つ。行くぞ。この戦我らの勝ちだ。あとは敵の増援が来る前に何とか倒したい。攻め込め。出陣する、出陣するぞ。御用を承ります。とりあえず兵糧だけでも買っておきましょう。城門を破壊しました。逃げるなら今のうちだぞ。なんとか黒瀬城を落とせましたので、まあこのまま大森城行っても良いのですが、少しだけ様子を見たいと思います。ご命令ください。先月の収支です。さて、先ほど動いてくれなかった河野家ですが、もう少しでまたポイントが信用ポイント40になりますので、その時に御用を受けたまわります。援軍を送ってもらおうかと思います。では河野家とまた援軍要請できるようになったのですが、これは援軍ちょっと呼べないと出てますね。ここまで来てくれないということか、それとも兵糧がなくて来れないか。表情を始めましょう。そしてなぜか断絶になりました。これは攻めてくるということですかね。なら今度は毛利家と同盟結びましょう。いやー、この唐突の同盟破棄はなぜだったのかよくわからないですが、まあ、破棄されたものは仕方がないということで、なんとか防衛していきたいと思います。政策を執り行います。我が領内に敵が迫っております。黒瀬城に5100とはいえ、ここは山城なので問題なく倒せるとは思うのですが、河野家がもうそろそろ関係が切れるので、その時どうなるかですよね。半分ずつ
しておきます。我が策、戦場を制す。まだ耐久すべて回復しきってないので、まあ、どうなるか。危なくなったら増援持ってきますので。なんとか守りきれそうですね、これは。こんな日もある。ご命令くだされ、先月の収支です。まだ湯月城、河野家との同盟は1ヶ月あるので、なんとかそれまでに防ぎきれれば。まあ大須に攻められても山城なので問題ないと。能島の方は平城なので、こちら攻められると怖いですが、さてどうなるか。問題なく倒しきりました。ならば南を攻めたいんですが、今はその余裕がない。河野家との同盟切れがかなり痛いですね。表情を始めましょう。先月の収支です。ご用を受けたまわります。ありがとうございました。今回はこの辺りで終えようかと思います。この河野家の断絶は痛いですね。もう少し後になって攻め込もうかと思ってたので。そして今南側も一条家とも断絶、その一つ手前西園寺家は倒しきれてないと。二つの城プラスこの能島の一つの城、三対、河野家だけでも3対4。しかも向こうは本城も持ってると、湯月城。どのように攻めていいのか、ちょっと今の時点では何とも言えませんが、念のため朝廷工作をやっておきましょうか。これをやって一つ強引に同盟を結んで、停戦を結んで、片方もう片方攻め込む、そういう戦い方はありかなとは思います。ではこの続きは次回ご覧ください。まだ一度も海戦、海の戦いやってませんね。本当に海上での活躍ができるのかどうか、かなり微妙ですけど、そちらも次回ご覧いただけたら幸いです。